東京行くと損だよ。まあいいよ、食べてみる。まあ諦めな。子供はあんまりコムレ食べない方がいいんだよ。え、あ、ピーナッツね。英語で書いてあるこれ、アーモンド。僕大好きなのね、アーモンド。杏仁豆腐大好き。これどれくらい美味しいかというと、アーモンドなんで、まあ僕試しに食べてみるけども、君たちはあんまり食べない方がいい。美味しいに決まってんじゃん。分かんないよ。確かにコーヒーおいしい。やっぱ欲しい。欲しい。もうやめてきなよ。欲しい。大丈夫。くじに当たった人投げる。赤が当たり、外れ、外れ、外れ、当たり、当たり。さあくじは何本あるか数えてみましょう。3、はい。1、2、3、4、5、6。何本あった？6。じゃあ今度当たりは何本あるか数えてみましょう。3、はい。1、2、3。くじは6本で当たりは何本ですか？3本ある。じゃあそこ後ろ座る。じゃあ少しだけ半分。じゃあこれを先生はみんなには分からないようにバラバラにします。くじ引き、くじ引きなのよ。あんたよく知ってるの。でもなかなか当てさせてあげたくないので。よし。いやでも、じゃあ北村くんから行こうじゃない。いや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 、順番に。あ、僕です。いやいや、北村くんここに行くから。いいか北村くん。じゃあ上から何番目って言ってくれればいいかな。あるいは右から何番目って言ってくれればいいです。どれにする？外れな。ん？これ、あ、分かった。どれにする？右から3番目。これ？あ、これやめた方がいい。外れだもん。いや、外れだって。いや、これでいいの？うん、いいの？うん。ほら、外れ。何回は？ほら、外れ。ちょっと、ちょっとムカつくんだよ、こっちが。何が？こんなに。いいか、あなた何番目にする？右から。ちょっと待ってよ。くじは5本で当たりは何本だ、残ってるのは。3本。当たりは5本。当たるよ。だんだん当たるよ。はいはい。右から。2番目。2番目。これやめた方がいいね。いい？いいんだよ。当たりー。みんな手叩いてあげてください。投げるけどごめんよ。これお家で帰って食べること。いいな、美味しいから。はい、当たり。じゃあその次、はい、石田さん、くじは4本です。どれにする？左から2番目。これでいいの？本当にいいの？じゃんじゃかじゃんじゃかじゃん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 。あー、当たり。みんな手叩いてあげてください。いくよ、おめでとう。投げてごめんよ。もう当たりないよ。さあ、くじは3本で当たりは何本ですか？1本。当たりは何本ですか？1本。あと1本しかない。はい、あなた右から2番目。これやめた方がいい。いいから、やってやんな。これでいいの？じゃんじゃかじゃんじゃかじゃん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 。当たり。はい、どうぞ。おめでとうございます。あっと、ごめんなさい。さあ、残ったの2本。フェルラン君どうする？聞く？やめた方がいいな。やばい、当たんないもんな、これな。よし、選ぶな。だって、あずれ2本だもん。そうか、うち来てな、せいけんを。じゃあ今度はできてな。くじが4本で、くじが4本で、当たりが1本です。ちょっと少ないね、これは。うそ。じゃあこれフェルラン君に返してあげよう。フェルラン君、赤、白、赤、黄色、どれにしますか？くじが4本で当たりが1本です。赤でいい？
じゃんじゃがじゃん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 。ふよ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 。鈴木さん、はい、どれにする？え？赤。あ、これな。白ね。正解。お父さん正解だ。いくよ。じゃんじゃがじゃん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 。あ、当たり！みんな手叩いてあげてよ。あこさんこれ一本あげてよこれ。あ、なんでだよ。だって当たったんだもん。これ当たったしなげてね。くじ引きも買ってたかったな。もうこれもう当たりなしこれ。そこでちょっと言葉を覚えてほしいの皆さん。いい？あ、見えなかった。何それ？くじ引き。3本で3本で1本当たることを3分の1言ってごらん。3分の1。この言葉だけ今日ちょっと難しいけど覚えてね。3分の1。あの人のお尻がねぴったり椅子についてないでしょ。あれあのどうしてかってピタッとつくとお尻はかゆいのよ、ね、いやいや、あ本当にね座席ってねうんとうんと効かないんで大腸筋にねうんちまでついてるんだって。電車の座席に入ったよ。さあもう一回よ。3本のうち1本が当たりです。3分の1いくら。3分の1。じゃあ今度は谷本くんか。はい、谷本くんどれにする。青、赤、黄。今赤だったから。これやばいぞ。どれ。赤にした。早く判断しないと次パスしちゃうに。黄色にした方がいい。もうパスするぞ。何。黄色なら赤。え、見たら外さったじゃん。青、青ね、みんな見ててよ。じゃん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 。あたりー、みんな手叩いてあげて。あっこ先生から景品もらってください。今度は4分の1。4分の1。声がありない。4分の1。4分の1。伊藤さん、さあ4分の1のくじです。どれにする。変わってた、飛びたい。え、青か赤。何色？青か赤、黄色か赤。緑。緑？じゃあみんな言ってよ。これはちゃんとルールで言ってよ。4分の1。4分の1のくじです。さあどうでしょう。青か赤。緑。よっしゃー。じゃん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 。残念でしたね。一番外れ。青か赤。5分の1。赤。これは当たらないな。緑。まあ言ってよ。5分の1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 。はい、どれにする。悪いからそんなの。どれに。黄色黄色。いやいや、順番よ。はい、どれにする。緑が言うと、緑が言うと、お前の言うとりすると、ぶっ倒される。もうそんなこと言ったらパスしちゃう。白。え、白。赤。白。赤。白いくぞ。緑。5分の1。みや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 。超素直に考えていいのにお前。え、じゃあ斉藤くん。お、1,2,3,4,5。これ勉強だから数えてよ。3、はい。え、声があれ聞こえない。3、はい。え、2,3,4,5。大体6年で勉強。もう一回いくよ。3、はい。え、2,3,4,5。5分の2。5分の2。5分の2。さあ斉藤くんどれ、何色。青。ああ、見ました。はい、残念でした。本当に残念だった。わあ。じゃあ今度は3分の2。うわ、これは当たらないぞ。3分の2。まず言ってよ。3分の2。3分の2。3分の2。これ外したら運転が悪いですね。青。青？あ、やめ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 た方がいいって。絶対青。僕ちょっと見とくから。絶対青だよ。青だよ。青やめた方がいいな。青。やめた方がいいって。いいや。うるせえっちゃな、お前は。当たり。みんな手叩いてあげてよ。それ、緑でもらえたんじゃないの？それ何？なんで？あの触ってると溶けちゃうから捨てないの置いとけ。チョコだから。じゃあ今度はもうくじにしようかな。岩泉くん、大大の黄色緑どれにする。緑。緑緑緑いい。ハズレ。はずれ。これは何分の何でしょうか。分かる人。はい。あ、
早くやっちゃった。はい、山田君。3分の1。正解。みんな、1個あげて。あ、もうパッと分かった、このね、中学生の勉強がすぐ分かったってことがすごいよ、君は。3分の1なんだよ、これ。え、じゃあ、橋本君に引かしてあげよう。飛ばすね。橋本君。3分の2と3分の1、どっちの方がよく当たるでしょう。3分の2。素晴らしい。もう1個もう追加目。いいだってもう今日ほんと。じゃあ今度順番に行こうかね。石田さん、3分の3と3分の1、右と左どっちがよく当たるでしょう。右。あ、石田さんに聞いてね。何？右。こっち3分の3。こっち全部当たりだな。みんな手叩いてあげて。今日は特別賞です。チョコレート皆さんあげてください。でチョコレート手で触ってると溶けちゃうから気をつけよう ね。でお家はお父さんお母さんの分もあげるんだよ。自分で一人で食べちゃダメだよ。でも話しとしかない。あのね、昔一杯のかけそばっていうのがあったのよ。一個のチョコレートっていうのがあるの。それを包丁で切って、そして家族でみんなで分けて食べるの。わかる？一緒のやつみんなチョコレート取ってな。じゃあその次、3分の1のくじと2分の1のくじ、はい、どっちの方が良かったでしょうか。フェラ君。ああ、こっち2分の1、うん、今2分の1と言ってくれたね。もう1回言ってごらん。何？2分の1。そうか。よし、みんな手叩いてあげて。当たり。今日はくじ引きですからご褒美があります。じゃあくじが2本あります。はい、まだこれはこれ順番いこう。伊沢さん、こっちは3分の1のくじです。こっちは4分の1のくじです。伊沢さん、右と左どっちを引きたい？はい、いや、俺だったら右と左どっちを引く？俺だったら楽しよう。ん？右を引くね。じゃあみんなに聞いてみよう。右を引く人。あ、左を引く人。左行く、斉藤君。左。こっちの方当たらないよ。だって4分の1だもん。そうだ。こっちは3分の1だもん。でも当たるか。じゃあまあ、じゃあいいよ。伊沢さんに聞かせてあげよう。伊沢さん、青、黄、緑、どれにする？青、黄、緑、黄色がいいと。え？黄色。当たり。まあなんか今日皆さん、よく当たりますね。はい。じゃあ斉藤君、あんた一人だけこっちがいいって言ったね。くじを引かせてあげよう。緑、黄、青、赤、4分の1のくじ、どれにする？青か赤。黄色。あ、これ何もなかったんだ、こっちは。はじゃあ今度引かせてあげる。斉藤君、いい？ね、3分の1、どれにする？黄色。外れ。じゃあその次、4分の2のくじと4分の1のくじ、谷本君どっちがいい？初めて左引かない。4分の2。え、こっちがいい？じゃあ引かしてあげよう。赤、青、黄、緑、どれにする？青。外れ。青って前が言ったからだぞ。青って言ってなかった？あら、まあ私の聞き間違いです。違うよ、ケイ君が青って言ったの。お前がそういうこと言ったやつ。今度引かせてやらんぞ。青だと思って。じゃあ今度はもう答えてくださいよ。どっちのくじがよく当たるか、2分の2か2分の1か。はい、みんな言ってみろ。2分の2。3分の1か2分の1か。はい、みんな言ってみろ。2分の1。じゃあその次、3分の1か3分の2か。3分の1か4分の2か。4分の1か4分の2か。4分の1か4分の3か。みんな言ってるかちゃんと。これ4分の1か4分の3か。5分の3か4分の3か。4分の3。どっち？4分の3。ではこれから商品をグレードアップします。え？わあ！
あればすごい。難しい。歯ごたえ難しい。難しい。じゃあ伊藤さん、これも出てね。あ、これ去年。4分の1と3分の2の口があります。伊藤さんに聞かせてあげよう。黒と黄色、どっちにする？黒。え？黒にする？こっちは当たりやすい？こっち黒のいいのかみんな。うん。いやいや、黒聞かせてあげよう。さあ、3本のうち2本が当たりです。じゃあ言葉だけ覚えてね。3分の2。3分の2。はい、伊藤さんどれにする？右、真ん中、左。ん？これやめた方がいい。絶対大丈夫だよ。大丈夫だ。じゃんじゃかじゃん、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 ピン当たり。皆さん手叩いてあげてください。どうさん素晴らしい。じゃあ森重くん、1/2、1/2のくじと2/2のくじ、どっちがいい？森重君に聞いて、どれ？2/2。やめたね、こっちは。いや、青。いや、当たらないもん。青とか当たる確率。青でいいの？青の方。さあ、じゃあ青引かしてあげよう。右か。逆だ、分かるじゃないか。右か左か。絶対初めが青と。どっちだ？いや、多分2つ。どっち？どっち？どっちでも一緒。右。右、やめた方がいい。じゃん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 、二分の二だぞ、お前。じゃん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 。当たり、みんな手叩いた。二分の二のくじなんてすごいな、お前。てか、二分の二のくじって一番当たりやすいくじじゃん。あ、そっか。百パーで、百パーで、百パーだったらさ。全然違う。二分の二のくじって当たりやすいのか。なんで、あ、そうか。それじゃあ斉藤くん、あなし、あんたさっきルール違反したから、はい、今度次回ってくるまで飛ばすからな。はい、北村くん、4/2と3/1、あなたならどっちのくじを引きますか？どっちでもってことないじゃん、これ。当たりやすい方あるよ。茶色、茶色、茶色。茶色でいいの？ちょっとオーディエンスに聞いてみる。いやオーディエンスに聞いてみようと。ちょっとオーディエンスの皆さん教えてください。大大色と茶色、どっちがよく当たるかってこと。大大色。じゃあ手挙げてよ。こっちがいいと思う人。はい。こっちがいいと思う人。こっち。4本のうち4分の2だよ、こっちは。3分の1だよ、これ。これ難しいね。こういうのはね、大人の世界では毎日のようにやってますので、お母さんたちのオーディエンスに聞いてみようね。いいか、みんな見てだよ。お母さんたち、こっちがいいと思う人手挙げてください。ほら、こっちがいいと思う人いないじゃないの。あ、そうだ。北村君どっち？右右右。そうだよ、この4本のうち2本当たるんだもん。ちょっと言ってよ。4/2。4/2。では4/2のくじいきます。北村君、これ外したら右右、一番右。これやめた方がいい。いや、いくぞ。じゃんじゃかじゃん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 。どうしようかな、出ようかな、入る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 かな。じゃあ当たり、おめでとうございます。じゃあ3分の1のくじと3分の2のくじ、岩泉くんどっちを引きますか？3分の2。今いい言葉言ったね。みんなちょっと手叩いてあげてよ。あ、3分の2が正解ですね。じゃあ3分の2のくじ引かしてあげよう。右か真ん中か左か。左、右。いらんこと無駄言った人さ、もうこの次パスするの。あ、言ってないよ。ほんと？どれ？右。右これ？やめた方がいい。右だから。もうじゃあ、いや、また違うよ。じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん。じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん。早くしろ！じゃんじゃんじゃん。あら、初めて。
かったね、これよく当たるはずだったんだけどな。1個当たる確率だったのに。え、当たる確率よりやってないんだけど。そう、それしかない。今日はね、これ人生っていうのはそういうもんなんですよ。そうなんですよ、ね、昔からいいですよ。いつまでもあると思うな親とかね、ないと思うな運とさいな。分かった？え、どうやってすれば当たるの？いつまでもお父さんお母さんね、おじいちゃんおばあちゃんいると思っちゃいけないよ。でもお母さんだからってじゃあ、じゃあ今度はくじありませんよ。これはもう商品なし。くじが2本で当たり1本です。ここには何分の何と書いてあるでしょう。分かる人？はい、何分の2。石田さん正解、2分の1と書いてあります。ただしね、書くとき気をつけようね。日本の場合、下から書くから2分の1、言ってな。2分の1。声が悪い、発音悪い。2分の1。2分の1。みんな先生に嫌いでしょ、ね、嫌いだったらもっと唾をたくさん飛ばして2分の1。2分の1。くせえなおい。お前、お前お尻臭くないか、橋本。お前橋本、さっきからおしもじ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 やって、うんちついてんの？いや、いいんだよ、ついてて。じゃあ、あこさん、替えパンツあった？あるよな。ビニールで作るんでしょ？なんで？なんで？もっと臭くやれ。2分の1。2分の1。僕も臭い。よし、じゃあ次は何て書いてあるか当ててくださいよ。分かった人手を挙げてくださいよ。さあ、ここには何があるでしょう。はい、橋本くん。3分の1。ピッポンピッポンピッポン。正解、よし。じゃあ次、ここには何と書いてあるでしょうか。ペラくん。3分の2。正解。じゃあその次、ここには何と書いてあるでしょうか。鈴木さん。4分の2。本当？4分の2、正解。2分の4って書いてあるよ。じゃあここには、これ2分の4って書いてあった？2分の1じゃない。1分の2って書いてあるじゃん。じゃあ分数っていうかね、それはね、くじるときはね、下から読むの、下から。これ今大事なことはね、フェルランク言ったからね、みんなお行ゲームに、しよう。正解飛ばせ。一人でもふざけたり変な声出したりふにゃふにゃしてると間違えて覚えるから。手が出てる、顔が悪い、ふにゃふにゃしてる。椅子を前に引いて、顔を引き目で声かけれる。笑うんじゃない。そうだ、笑った人がいたら負け。では PW 恒例のお行ゲームをします。笑ったりふざけたりふにゃふにゃしたり鼻くそほじったり指をしゃぶったりママのおっぱいを想像してはいけません。では始めます。森重君にしゃべってはいけません。最後まで言えるかどうか、 4つの分数を言います。しっかりと声出すんだよ。声の小さい人がいたらダメ、失格です。2分の1。2分の1。3分の1。あ、これ間違いじゃない？これ間違いだね。さっきこれを言ったのか。やってるよ。3分の2。3分の2。これ逆になるんだな。なる。2分の3だ。これ3分の2だもん。3本のうち2本が当たりだから。え、先生、ミミやめる。あ、そうか。笑ったらあめ1個取り上げだよ。ミミ。4分の2。4分の2。これでフェランク分かった？これは何て読むの？2分の1。おお、いいぞ。
これは何て読むの、フェラン君。3分の1。いいぞ、あらがいいぞ。これはフェランク何て読むの。3分の2。下から読んでるか。よし、これは何て読むんだ、フェランくん。4分の2。正解、見抜いて叩いてあげて1回で覚えた。これから下から読んでね。じゃあこれは何分の何ですか、分かる人。はい、キャメルくん。2分の1。正解。これなんて言いますか。はい、ライジミ君。誰。3分の1。正解、見に手叩いてあげて。これなんて言いますか、石田さん。はい、はい、3分の2。正解、見に手叩いてあげて。3分の2ですね。はい、斉藤君、これなんて言いますか。2分の2。4本あるくじは4本。4分の2。正解、見ねてただいたんです。先生、はい、こういうこと。では5分の2のくじです。引かしてあげよう。斉藤君から引かしてあげようか。斉藤君、右から1、2、3、4、5、どれにする。2個外れで。いや、2個当たりだよ。え2個当たりだもんな。3個外れだもん。やばいよ。斉藤君、右から何番目にする。真ん中。真ん中、よし、真ん中だって。ここだな。じゃん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 。惜しい、惜しい、惜しかったな。今いいこと言ったけどね、先生それも教えたりもまあつもりなかったんだけど、5分の2っていう時は当たりは何本。2。外れは5本じゃないの。3。外れは何本。3本なんですよ、これ。そこからちょっと行ってみようか。じゃあこれ6分の1。当たりは何本ですか。1。外れは何本ですか。5。当たりは何本ですか。5。5じゃないよ、当たりは。外れは何本ですか。1。え、5。5。フェルラン君だな。これは当たりにくいですね、6分の1。まあやってみるか。フェルラン君、1、2、3、4、5、6本あります。右から何本にする。何番目に。1個だけなの。これ1個だけなの。はそんなに多いの。右だって。一番右でいいの。一番右だそうです。ここだよ。じゃあ6分の1だよ。当たるかどうか。当たり、当たった。これはすごい。6分の1のくじ当てたんだぞ、お前。すごい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 。じゃあ鈴木さん、7分の3。あ、見えてるこれ。じゃあ1、2、3、4、5、6、7番。7本のうち何番目にする。7番目。じゃあ見せるよ。1、2のビュン、当たり。当たったじゃないの。それでは商品をまたまたグレード。うわー、あたしはお金持ちだの。はぁ、ありがとう、ありがとう。君だけがそれを認めてくれる。イエーイ、泣いた泣いた泣いた。休みの時は100円寿司を食って、少しお金が残ったら映画を見る。それが僕の休暇の過ごし方。じゃないの。うるさい。じゃあなんでお菓子かお金があるの。だって先生テレビ見てたじゃん。あー、確かに。テレビ見てたって。あんなの、まあ、NHK いくらくれるんで。1万円しかくれないんだよな。1万。だったら出なければよかったじゃん。だけどね、誰が出ても1万円なのよ、うん、あれはね決まってるんだよ。だから例えばね、総理大臣が出ても1万円、僕が出ても1万円。総理だっちゃうん。本当だよ。前は5000円だったんだけど、いつの間にか。赤ちゃんが出た。赤ちゃんでも出たら1万円。みんな決まってる。出るんだ。ウグイス、青空ウグイスさんが出ても1万円。AKB48 が出ても1万円。クマが出た。
変態は出ない。違う、これが出るじゃん。エッチな人が出てます。森重くんだって1万円だよ。バカ。じゃあまず練習だよ。これはもうちょっと待っててね。これ最終的なあれだもんな。ショコラでしょ。これはお父さんお母さん用だよ。いいね。ねえ、マヒロが食べちゃった。じゃあいいね。何分の1か言ってよ。練習。はい、何分の1？何分の2。何？何分の2？早く言ってよ。はい。2分の2。2分の2。早く言ってくださいよ。4分の2。はい。あ、4分の3。何？これは4分の2。何？3分の2。じゃあこれは3分の1。ほんとすごいね、あんたお金持ちになれるよな。じゃあこれ4分の2。4分じゃないよこれ。4分の1だよこれな。これは何分のなんだ？4分の1。そうだ。じゃあこれは4分の2。4分の1じゃない。3分の2です。ごめんな、もうじきだんだん近づいてきました。今日最終調査。3分の1っていう時は当たりは何番？1本。外れは何番？3番。これちょっとこれまだあのもうちょっとこれあの残ったのあるから、これでやってからにしようか。一番つばっていう一番大きいゲームはね、これで決まるんだよな。そうだそうだ、よし、これで決まるんだ。じゃこれはごめんよ。いい？3分の1。いいね、3分の1。これだから引いてみたい人、まだ何もらってない。斎藤君引かしてる。斎藤君何もらってないから。右、真ん中、左、どれにする？2個当たりの真ん中で当たり。3分の1どうか。当たり、当たり、当たり、当たり。これはこうやって1個上げてね。これあのまだ何もらってない人に、できるだけやらない。じゃあ、谷本君、次行くぞ。5分の2のくじです。これは当たるかな。1、2、3、4、5。番号でいきましょう。何番にする？どっちが1？え？どっちが 1？ こっちが1。こっちが1。うん。こっちが5。3番。いくぞ。1、2、3。当たり。よし、おめでとうございます。じゃあまだ当たってないのは誰だ？斉藤くんか。6分の3のくじ引いてみるか。これ割と当たりやすいんで。はい、1、2、3、4、5、6。どれにする？斉藤くん。あなただよ。何番？え？一番右。いやー、当たり。よく分かったね。6分の3のくじ当たったったすごいね。え、じゃああと誰だ？やりたい。はい、じゃあまあいいね。一応みんな一つ当たったんだな。じゃああなたからもう一回行こうな。8分の5。何番目にする？一番右。これ、うん、みんな一番右行くな。当たり。じゃあ岩泉くん、ちょっと難しいくじです。10分の2のくじです。どれにする？8。8番目。これこれこういう風にいくかな。このくじ難しいじゃん。ウィヤ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 。当たり前よ。じゃあ石田さん、10分の4のくじ。1、2、3、4、5、6、9、10。どれにする？どれ？2番目。これ？当たり！みんな手叩いてあげてください。これ入る。これあんた、これもう今日特別だ。よく頑張って10分の2のおいしい分けて食べるんだぞ。お兄ちゃんと、お兄ちゃんラッキーだからな、あいつ。じゃあ今度は10分の3のくじを。見えた？はい。じゃあこっちもいいじゃん。岩泉くん。はい。岩泉くん。見えなかった。どうにする？はい。2。じゃん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 。10分の3のくじ。
はずれこれ、なかなか当たらないのか。じゃあ、斉藤くん、ほら、これ当たる十分の5だもん、まあ十分の5だぞ。5にすべ、5、はい、え6番目ね。じゃんじゃけじゃん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 、はずれ、すごい悪いよ、どうしてくれないよ、かった悪い。まあ今度はくじありません。あこさんに、あこ先生に当たった人はチョコは今日お菓子特別だぞ。いいな。3分の2のくじがいいですか、3分の1のくじがいいですか。はい、はい、鈴木さん分かってきましたね。じゃあご褒美あげてください。もうだし一人で食べちゃダメだよ。後でもう一回注意しますけど、いいね、そこつけのように置いといてよ。4分の1と4分の2どっちが当たる、はい、金本くん、4分の2当たり、よし。それでは5分の3と5分の2どっちがいいですか。はい、伊藤さん、正解。はい、6分の3と6分の2、はい、森下君、はい、1回目の目の3、正解。見ねて叩いてあげてよ。では聞きます、いいね。4分の1と4分の2、4分の3と4分の4のくじがあります。どれが一番良かったですか。キャメラ君、もう一回チャンスあげる。4分の4。いいの4分の4で。やめた方がいい、4分の4。4分の4。正解、みんなチェック、よーし、おめでとうございます。5分の3と5分の4と5分の2と5分の1。さあ、どれにしますか、鈴木さん。はい、よしみくん。5分の4。5分の5？ 5分の4。5分の4。これでいいね。ファイナルアンサーね。あたり、みんな手を叩いてあげてください。5分の4、素晴らしい。はい、もうあと、まだ2個からあるから、はい、あこさん、あこ先生に次の2問、いいね。さあ、その次の問題、6分の3、6分の1、6分の5、6分の4、どれにしますか、教えてください。伊沢さん、はい、6分の5、正解。みんな手を叩いて、ねえ、1回もやってない。ではその次、よし、やってない、あ、やってない。じゃあ今度あんたやって、10分の3か10分の2か10分の7か10分の、ちょっとさっき変なこと言ったけども、フェラン君、これなんて読むの。10分の5。お、言えたじゃない。これは10分の7。おお、これは10分の2。これは10分の3。わかったな、下から読むんだぞ。斉藤君、どれにする。10分の7。正解、寝て叩いてあげる。やっぱり。それではこれから先生がくじを作ります。その前にこのくじはね、ちょっと難しいくじなんだけどさ、ここにね、これ当たった人すごいんだよな。ここにね、ね、どうやったかな。あんまで、あちゃ、ちょ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 、いいか。あんません、何が、あちゃちゃんがあんません。あんまで、あちゃがいるの。ちょっと、ちょっとね、準備するの忘れちゃったんだよな。あんま先生、メガネ先生、あんま先生、ちょっと、名前がいいけど、メガネ先生、あんま先生、メガネ先生、それってさ、みんなくじ引くの。いや、1人だけ当たったら、これはね、メガ先生すごいんだよな。2本の紐があるの、左の棒紐と右の紐、長い方を引いた人が当たり、いい、長い方を引いた人が当たり、誰か引いてみたい人。はい、お願い、お願い、お願い、これは森重君に引かせてやる。どっちにする、右か左か。長い方を引いた後で当たり。だって手で隠してんだよ。そうだよ、見えたら分かっちゃう。僕見えてる。どっち、右か左か。右だね。これこれ、こっち長い、左の方がいい、こっち左の方がいい、あ、
どっち？ほら。右で。あれ？間違ってる。どっち引く？右。右？左にしな。こっち？じゃあ左にする。え？左。左いいの？左。左だ。左？こっちいいの？こっち？どっちにする？左。これね、左もね、右もね。同じ？実はね。同じ。ないの。一本の紐しかないの。一本だと思っちゃった。ごめんな。よし。じゃあこれからくじを作ります。わかったね。色。だから。何それ？イエローカードだよ。そうだよ、イエローカードだ。じゃあ11人いますので、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 今日は11人がいます。そこで11分の当たりを決めます。1等賞から3等賞ぐらいまで決めるかな。今日は1等賞は動物です。だけど一人で食べないよな。あ、見てる。二等賞は？うん、まだ待ってて、見てちゃダメなんだよな。見せて見てて、それルール違反だから、そんな絶対当てない。僕、レッドカード、うん、僕、レッドカード。なんで？え、一人ずつやるんだよね。そうだよ、一人ずつだよ、ここに、ここに一応。誰から？それはわかんない、まだ。じゃあ、二等賞を決めようか。二等賞は、今日は、これ。二等賞は？二等賞は、こっちに。二等賞、こっちに。二等賞は？二等賞？よし、二等賞ね。二等賞は二等賞。あ、三等賞一つ残ってた、これ。三等賞？三等賞ね。あ、三等賞はいらない。一等賞は当てる。三等賞ね。三等賞は当てる。もう来てる。ほら、一番いいの。違うよ。ほら、分かった？どっか。あ、こういう時はブルー。よーし。で、参加賞は4人残ってますから、4つ参加賞ね、小さい青のもあるね。参加賞はブルーですね。誰も賞は何になるの？名前どこぼれの？くじ引きやらんて。どこぼれの？何？今日はくじ引きのを勉強しました。で、先生はこれを隠しておきます。当たりはこの大きいのは11分の2、これは11分の1、これも11分の1、小さいのは11分の4個ありますね。そこで今日は最後の勉強ですよ。いいね、今日はくじ引きですから。はい。で、順番にいきましょう。北村君、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。どれにする？一番右かな。これ？じゃあここに北村と書いておきましょう。はい。岩泉君どれにする？何番目で見よう。1,2,3,4,5,6,7,8。何番？ 2。 2？ うん。岩泉。はい。石田さんは？こっちの方がいいんじゃないかと。何番目にする？ 4。石田さんは、石田さん、石とかだったかな。斉藤くんは一番目。え？一番目取ってるの。同じとこダメの。一番最後。これ、はい、じゃあ斉藤くんね。この3の三角ね。はい、橋本くん5番目。ん？1から5番目。ん？1から5番目。1,2,3,4,5、橋本くんね。はい、フェランくん。右から3番目。
右から3番目。はい、鈴木さん。左から3番目。はい、谷本くん。どれ？左から。ああ6番目。はい、伊藤さん。左から2番目。森重君。右か左か。どれ？これ。え？森重君で。左。もうダメ、斉藤くんがこっち。僕は最後だからもう決めれない。よし、斉藤くん、よし。では、今日の9時の勉強はこれで終わりますが、はい、今日はこれで締めくくります。1個だけ三等賞まである。で、この後ね、出席をあっこ先生に見てもらった人から、僕は見てあげるからさ、その人が1人ずつ今日出て帰るから、一応そのお菓子はね、しまっといて。